はいどうも、ゆうぴかです。本日はスペースハリアープレイしていくということで、レトロゲームといえばこの男、僕の横に友人で相棒の彼が来てくれています。はいどうも、レトロゲーマーヨーダです。はい、前回ね、久々にスペースハリアをプレイして9ステージ目で残念ながらね、敗れてしまいましたが、はい、まあ、今回もね、またもう1回のコンティニューなしでね、クリアしてもらうために頑張っていただこうと思います。はい、まあ、とりあえずね、また一から皆さんに見ていただくっていうのも、まあ、前回と被っちゃうんで、内容が。そうですね、まあ、ちょっとカット挟みますか。はいはい、じゃあちょっと途中までカットしますんで、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、ステージ7まで聞いていただきました。はい、来ました。もちろんね、やり直しはなしで一発撮りでここまで来ております。はい、お、危なかったね、今ね。危ないね。あー、やべやべ、そうだ、ドムの連中来るんだ。で、このトンガに当たると死ぬんで、はいはい、怖い怖い、恐ろしい。あー、その判定生きてんのそこ生きてんの判定、おかしいんだけど。まあ、まだまだ、だからね、まあ、頑張っていこうと思いますよ。うん、来たな、赤いやつ。危ね、避けてる最中にこの標柱に当たると痛いんだよな。標柱はね、結構ね、ボスは軽やかに殲滅と。そうですね、ナイス。まあ殲滅しなくても帰ってくれ、頼むから。あ、帰った。さあ、間、間です。さあ、こっからね、ほんと苛烈になってくるからな。ここをなんとかノーダメで行ってレビまでやり過ごしたいね。そうなんですよね。ただ辛く険しい戦いがまだ残ってるんですよ。まだまだね、この柱も怖いですね。そうです。で、ドームが大量発生すると、うん、さあ、何も起きないと思ってたら、これ油断沈没。はい、危ないよね。まあちょっとね、僕このゲームやっててね、ずっと思うんですけどね、うん、あの、未だに挙動がよくわかんない相手のね、うん、まあ今みたいにこうやってほら攻撃してくるのはわかるんだけど、うん、当たり判定がたまにね、意味わかんない時あるんだよね。さっきの死んだ時もそんな感じだった。そうそう、もう判定消えてるだなと思った時にさ、当たったから今。ああ、なるほどね、まあ、これ敵もね、こうやってほら弾撃ってくるわけだけどさ、遠近法なのかななんかたまによくわかんないんだよ。あ、なんだか言ったらレビー来ちゃったよ。はい、前回の雪辱果たしてください。はい、まあね、そもそもこういうこのステージなんですけど、うん、実は俺は攻略サイトを見ているんです。あ、そうなの。見てます。用意してきたんだね。はい、その結果、うん、なんとこのね、ステージの攻略方法、うん、運に身を任せろいや、多分この後に出てくるね、同じようなステージも全部そうなんだけど、うん、運に身を任せろって書いてあったっけ。はぁー祈祷力を試されるって書いてあった。なるほど、うん、運が良ければ、うん、突破できるよって。ほら、なるほど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 、ほら、運が良かったんだ俺は。あ、前回ここで死んだんだっけか。どうだっかな。あれ、もっと前ここ終わった。あ、これ戦ってない、戦ってない。あ、そうかそうかそうか。あ、帰ってた。オッケー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 。ミニニャ、久々の2桁来ましたね。やったぜ。本当久しぶりだねえ。いつぶりだ。最高到達点の去年の7月以来とかかな、忘れたけど。あ、もうそんな経ってんだ。しばらくやってなかったからね。あ、それは確かに、まあ、やってもなんかうまくいかなくてまあお蔵入りになった時もありましたから。そうですよ、なんか3面で死んじゃうんだよね。はい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 、そうですね。今回はなんかちょっとそういうのなかったもんで、うん、よかったけど。やめて。前回のヨーダを超えている。前回を超えたけどまだ最高は、ね、超えてないと。そうそう、狙いはもう今さ、おかしいよね今本当におかしかったよね、壊したよね。確かにな、今な、俺もあれ壊したって思ったわ。まあこういう風にちょっとね、判定がおかしい時あるんで、うーん、怖いなぁ、ほんと。あばばばば、うわぁ、すげえ。ボス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 、よし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 。ちょ、こいつはね、うん、ぐるぐる回ってるよね、勝手にあの、帰ってくれるから。帰ってくれ、帰ってくれ。うわぁ、すげえ。帰ってくる、ウルトラマン。そして11、パルムパルムスか、パルムなんか知らんけどとりあえずあれだな、あのアイスみたいな舐めしてんのお前だから前もそんなこと言ってた気がする。言った言った言った。パルム美味しいんだよな。ここはさ、うん、もう覚えてないわ、どんな感じだったか。
あのドムのね大群が出てくる。へえ。ここほらこういう風にさ、はい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 、敵の本拠地っぽいとこなんだ。危ね。うわあ、さっきはよく避けたね。なんかね、よく避けるときは避けれるんだよ。うわあ、すげえ。あのさ、弾の数多すぎんだけど、ちょっとやめて。やめて。うわあ、まだボスだね。ああ、これは無理だよ。いや無理でしょ。無理だよ。あーちゃん多すぎ。バカバカバカ、あ、バカ多すぎ。頼む。あ、ボスだね。よしよし。水平どうした？ああ、こいつか。お前多分3面のやつ他方同じだなって思いながら。そうだね、ドラゴン狩りのようだからしたら余裕でしょ。っていう風にね、ちょっとね、あの、そういう風に言ってると、殺されちゃうんだけど、あ、いいんじゃない？いいでしょ。頑張れ。まぁちょっとね、あれだな。今ちょっと硬いね。硬い硬い。オッケー。オッケー、ナイス！エクステンドさせて。ボーナスステージ。でもこれじゃエクステンドしないんだ。え、しないの？しないです。1アップないってこと？あの多分1アップは500万かな、うん、多分あれ最初。ああ、そういえばそんなこと言ってたね、うん、で多分2回目以降っていうのがあの1500だっか今、うん、あのほら1億5000万だか分かんないけど、うん、前回のこの最高得点あんじゃん、うん、これでいってないってことは、うん、ああそっかそっか、はい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 、多分エクステンドしないんじゃないかな。しないか。あ、しない、しないね。2000か、厳しい。よく見たらハイスコア取ってる。本当だ。え、マジで？なんでハイスコア取ってんだ俺今。あ、違う、あれだよ。お前の最高到達点の時俺セーブすんの忘れたから。あ、あ、いろいろ。今なんで避けれねえんだよこれ。うわぁ。でもまあ。まあまあまあ、うん。そうか、ヨーダの最、そうさ、今言おうと思ったんだけどね。その最高到達点、うん、セーブしてなかったから、これ多分その2個前ぐらいの。最高到達点。ああ、だからか。うん。だからそれを塗り替えたから、今これが、今今回の記録が、ナンバー2だね、ヨダの中の。ナンバー2ですね。うん。あ、でもなんか、意外といけたな。意外といけたな。思ったよりいけたわ。うん。これどれですか。あ、勝手に、勝手になっちゃった。いや、すごかったね。ちょっと惜しくて、悔しかったけど。まあ、悔しいですね。ねえ。あ、でもこれまたね、ちょっと引き続き、ちょっとずつ、やっていきましょうか。はい。ねえ、よかったよ、今日。よかった。うん。じゃあね、こんな感じでレトロゲームをうちのチャンネルやっていきますんで、今後ともごひいきによろしくお願いします。お願いします。ご視聴、ありがとうございました。